こんにちは、山際です。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。ということで今ナミビアの、首都ウィントフックにいるんですけれども、これからレンタカーを借りてナミビアを周遊していきたいと思っております。待ちに待った、楽しみ、レンタカー周遊。まあね、10日ぐらい、10日間だね、全部で、うん、全日程10日間かけて、回ろうと思っておりますので、ちょっと1日ずつ、小分けにですね動画を撮っていきたいと思っています。まあ、今日は完全に移動日となりますので、まあそれでも移動日の様子ですね、はい、収めていきたいと思っております。ということで行くぞ。お、あ、ちなみにこれです、車。最初からちょっとプチトラブルが、ね、そうそう、なんかいろいろエンジンかかんなかったりとか、エンジンかかんなかったり、保険代がちょっと合わなかったりとか、そう保険代合わなくて金額が3倍ぐらいなってて、うん、えみたいな感じになったんですけども、無事に正規料金で保険代も込みで、はい、もう生産済みということで、はい、結構ね、すぐ朝8時前に出発できると思ったんですけど、立って借りて、うん、結局3時間ぐらいかかってます。今も早く出ないと、まあ、早く出ると間に合わないからね、はい。で本当は普通にセダンの車ですね、普通の乗用車を借りる予定だったんですけども、なんと車がアップグレードされました。これは思わぬ、フォードの SUV か、 SUV っていうのかな、こういうの。ちょっとあんまり車詳しくないんであれなんですけども、はい、グレードアップして快適な車になりました。しかもね、 Bluetooth 接続できるので、ね、携帯の中の音楽とか車にそのままワイヤレスで接続して行くことができるということで、はい、急げ、行くぞ、はい、間に合わない、間に合わない。さて、もう時間、1時間半くらい経ちました。ひたすらまっすぐだね、ひたすらまっすぐだね。もうすごい、あとは超絶景、超絶景、思ってた以上に道もね綺麗だし、走りやすくていい感じです。動物も全然走ってないね、なんかちゃんと柵が両方ともあって、制限速度がちなみにですね、最高制限速度120キロとのことで、日本に比べるとだいぶスピード出せて、ね、結構爽快、気持ちいいですね。普通なのにみんなどんどん追い越されるね。やばい、160キロぐらい出してるよ、みんな平均。はいはい、すごい、出したくなる気持ちもわかるけどね。いや、めっちゃわかる、めっちゃわかる。こんな感じで追い抜くんです。行きます。絶景ですね。途中でちょっと休憩所に立ち寄りました。まあ、休憩所といっても何もないとこなんですけど、こういう風にちょっと椅子と屋根があるぐらいなんですけど、もう絶景が過ぎてたまんないですね、これは。ああ、すげえ、とにかくすげえわ、アフリカは広い。ということで、ちっちゃい町にちょっとね降りたんですけど、手前のね、ゲートまで1時間ぐらいなんですけど、公園の入り口まで。で、ちょっと夕飯というか食事の買い出しと、はい、あとはガソリンを入れるためにちょっと街に寄りました。はい。で、スーパー結構綺麗で、充実してたね。普通に日本のスーパーみたいな感じだよね。うん。ちょっとした本当にチェーンスーパーみたいな感じでかなり綺麗でした。で、ガソリンの お値段ですね。はい、これは多分普通のガソリンだよね、ハイオクとかディーゼルとかじゃない普通のガソリンで、うん、リッター105円という価格ですね、ナミビアは。はい、日本と比べるとちょっとまあ安いですけど、うん、どうなんだろう、世界的に見たらこれ安いのかちょっと高いのかちょっと分かんないけど、分かんないね。まあまあでも日本より安かったです。はい、はい、まあそんな感じでございます。今向かってます、あと100キロぐらい。暗くなる前に着きたいですね。着きたいね。6時半にちょっと公園入らないと門が閉まっちゃうので、うん、そうそうそう、急げ急げという感じで急いでおります。待ってください、頑張ります。さあ、やってまいりました、当社国立公園のゲートです。予定では6時間ぐらいかかることを想定しておりましたが、うん、
4時間半で着きましたね。ね、すごい早く着いた ね。買い物しなきゃ多分4時間ぐらいで着いたね。うん、はい、ということでいきなりですね、もうゲートの前に貧乏族とかいますね。でここでお金を払って入場ということなんですけども、ドーンとちょっと見えにくいと思うんですけども、ドローンは飛ばしちゃダメということですね。まずはキャンプサイトの中でも一番有名なおかくよというところにやってきました。かなり綺麗です。トイレとかももうバッチリ備えあって、施設もしっかりしててめちゃくちゃ綺麗です。ちょっとキャンプサイトと想像してたキャンプサイトという表現とは全く違うところに今いるような感じです。で今ちょっとお会計をしてから、これから、僕らのキャンプサイトであるハラリというところですね、ここから70キロあるんですけども、そこまで向かいたいと思います。動物が出てきてもおかしくないような感じだねこれね。シマウマいたね。シマウマいたからね、まあ、制限速度も20から60という、まあ、アバウトな感じで決められていますけども、やっぱり道広くてもやっぱりね、あんまり速度出すなと、多分動物がいるからだと思うんですけど、いい感じです。キリンだよ、キリンだよ、キリン。いたいた、またいましたね。本日はキリンちゃん祭りでございますか。これちゃん祭りでございますよ。これ走ってる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 、すごいすごいすごい。来たよ、ハラリに来ました。キャンピングサイト到着。ではレセプションで今日のテントですね、張れるところ、キャンプサイトを教えてもらいます。ということで着いたよ。見てこの車すごい、なんか塩みたいな真っ白げっきになってる。で今回キャンプサイトのこの番号が各ところに振られていて、僕ら11番ってとこですね。ご覧の通りキャンプキャンプキャンプな感じです。キャンプキャンプキャンプで、一応テーブルと椅子もあったので借りなくてよかったかなという感じですね。でしっかりとこういう、あこれ裏か、あいいのか、コンセントもついて電気もつくので特にランプとかいらないなっていう感じですかね。はい、裏にはちゃんとコンセントあって充電もできます。で一応ここが焼き場的な感じですね。炭を置いて火を起こしても OK という場所でございます。さて、はい、キャンプファイヤーならぬキャンプ飯、キャンプ飯作っていますけども、あっという間だね。なんかあっという間に暗くなっちゃったね。暗くなった。ギリギリテント張るの間に合ってよかった。どうですかキャンプ、楽しい楽しい楽しい、なんかハマりそう。これやばいな、ハマられたら困るわマジ。それよりちょっと、あ、蝶々、うん、が、なんかこの欧米人たちのキャンプのクオリティのレベルが高すぎて、あそうだね、やばい。ちょっと暗くなっちゃったからね、ちょっと動画では追えないけど、ね、ちょっと明日普通にお店、そうお店、フードトラックみたいな、ね、もうキャンピングカーとかにね、ちょっとなんか広げてき、なんかキッチンが出るようになったり、いやキッチンになってたよ、完成度の高いキッチンになってたよ、ね、車が。でね、向こう行くとちょあれちょっとちらっとでも映ってるな、でも動画でもトラックがあるんですよ。トラックがね、8トントラックぐらいの鈴のトラック、うん、それがねもう業務用です。完全にお祭り仕様ですね、あれは。あれはすごい。見たことない。あれはすごい。写真撮らせてもらったよ。すごい。これですよ、これ。来ちゃいました。写真、動画 OK とのことなんで来てますけども、これトラックなんですけど。完成されてますよ、これ。トラックが超改造されて、キッチンになって、すごい、すごい感じになってますね。クオリティがすごい。ナイス。ベリーグッド。センキュー。やばい。完成されすぎてる。ついでに、行ってみようかな。すげえ、これがキャンプのクオリティか。キッチンとかもバッチリだな。Thank you very much. すげー。
チンがありますよ、車の中に。えぐ。じゃあ我々のところ戻ります。